宇和島駅前に展示されているレプリカ1号型は、かつて宇和島鉄道に在籍した特殊狂気専用タンク式蒸気機関車である。1913年に3両、1922年及び1924年に各1両の軽古両がドイツのオーレンシュタインウントコッペルで製造された。宇和島鉄道では1から3、5、6と称したが、 1933年8月1日の国有化に伴い鉄道小石となり、K220 型と改番された。製造番号は、1913年製が5826から5828、1922年製が9846、1924年製が1838である。メーカーのリストによれば、もう一両が、 宇和島鉄道に納入されたことになっているが、この機関車は、3、戸黒鉄道に納入予定だったものを、宇和島鉄道が先取りしたのを補充するため、取扱い商社が追加注文したものである。携帯は、新設計 50PS 型と称する車軸配置例から、6から0型9.6トン級、ウェルタンク機関車で、固定軸距は1400ミ、mm、リメートルである。本形式のタンクは、 オリジナルでは、運転台前方の張り出しにあるが、後天的な改造により、運転台後方に単庫の張り出しを設けている。国有化後は、宇和島線の1 6 7 m m 機間への改め機工事に8年余りかかったため、1941年まで宇和島線に留まった。改め機工事の完成後は、佐世保鉄道を買収した松浦線に移されている。 最初に転属したのは1937年4月30日付のケ222で、後の4両は1941年5月15日付で転属している。これらはセチバルシクに配置され、松浦線の改め機が完成する1944年6月まで主力機として使用された。ケ224を除いて同年7月に廃車され、解体されたが、 東224の廃車は1946年12月17日まで持ち越され、佐々木管区で保管されていた。同期は1948年3月以降に、遠州鉄道に譲渡され、奥山線で1956年まで使用された。同線での番号は9であった。前述したように、1924年に3戸黒鉄道に納入された一両が同系である。 この機関車は、ベルタンクの他に運転台前方のタンクの前半部が、水槽とされている。同鉄道が1931年に廃止されたのに、伴い、1935年に、日本イオール混じり鉄道に売却されて、同社の11になった。1941年の改版により、C911 となったが、1953年に廃車された。阿コ鉄道にも、 1923年製と1924年製の2両が導入され、3、4として使用された。こちらも基本寸法は3、戸黒鉄道のものと同様の全部のオーバーハングが 683mm のタイプである。また、3は煙突内部に火の粉の飛散防止用の金網を仕込んだダイヤモンドスタック型であった。 後年、二両とも運転台配分に単を改造により、設置している。両機とも1951年に廃車となり、3は、大阪のブローカーが購入したというが、その後の消息は不明である。あとに、K158 型となった千葉県営鉄道の3とは、基本寸法が同一であるが、飛行士面積が大きく、前後のオーバーハングの長さが若干異なる。 手220系の所言を示す。JR 四国宇和島駅前に、宇和島鉄道1号機関車のレプリカが展示されている。ありがとうございます。